東日本大震災から明日で8年です。福島第一原発では、今も大量の汚染水が発生し、それを貯めるタンクが増え続けています。しかし、処分のめどは立っていません。敷地内にはご覧のようにタンクがびっしりと並べられています。地下水などが原子炉建屋に入り、メルトダウンした。燃料と触れることで発生する。汚染水。浄化しても。 放射性物質トリチウムが残ります原子力規制委員会はトリチウムが残った水を薄めて海に捨てても環境には影響はないと再三指摘しています汚染水をためたタンクは962機総量は110万トンを超えました 国の方からきちんとした方向性を出してもらうというのが一つ大きな流れかなと処分の仕方について東電は国の結論待ちですが国の議論も進みません来年12月には敷地内にタンクを置くスペースがほぼなくなりますそのタンクも2023年には満杯になるとみられ溜め続けることの限界が近づいています